じゃあ2学期が始まりましたけど、まあとりあえず日曜日は休んで一旦ストレスを完全に抜いとこうかな。でちょっと占いの結果がね、今週までは行楽の結果がいいんですよ。だからちょっとさ、もう少し流行を上げてみようかなって思ってて、いやなんかこれね、ときメモシリーズのいつものシステムなんだけど、後から登場するキャラクターの方が出現するための要求ステータスが高いんですよね。だから一番最初に知り合った本田育なんかはちょっと勉強しただけですぐ出てきたけど、後から出てくるキャラクターは要求ステータスが高いからなかなか出てこないのかなと思いまして、流行もうちょっと上げてみて、まあ今週ダメだったらさすがに諦めようかな。お最新刊の羽ばたきウォッチャー早速屋上で読もう。これはどういうイベントだ。あ、付録のピンナップが出会いか、出会い来たか。どこに飛んでっちゃったんだろう。そんな飛んでかんでしょ、校舎の中でそんな強風吹いてないんだから。なんか飛んできた。ん、来たか来たか。これハバチャのじゃん。来たぞ。あんた羽ばたきウォッチャー知ってんの。いけねえ、私記者なんだけど。来たー、いきなり釣れた。あ、そのピンナップ私のなんです。てかお前お前まさか、お前そいつかなんか同じブレスレットみたいなのつけてるもんな。お前そいつだろ。そのピンナップ私のなんです。今廊下で落としちゃって。そう、じゃあ、はい。まあなんか隠してる感じなのかな、モデルさんかなんかで。そのモデルさんのファッションを真似してるだけの人とかじゃないよね。ありがとう、見つかってよかった。うん、あれ、あなたのその本も最新の羽ばたきウォッチャー、私記者なんだけど。そうだけど、羽ばたきウォッチャーの今つけてるブレスレット、ピンナップの高校生モデルナナ君と同じものだよね追い込みかけてきたぞ。あら、偶然だな、同じのつけてるなんて。別によくあるものだと思う。あら、そう、同じだよ、ほら色も形も石の順番だってそっくり同じだもん。怖っ、こいつの追い込み。石の順番とかこんな、そんなパッと見てわかるか。偶然にしては出来すぎじゃないかな。し、声でかい。あら、違うなら違うって言えばいいのに。どうしたのかな、ナナ君。同じだから何いや別に同じとしか言ってませんけども、もしかしてファンなのかなって。ほら、ナナ君、男の子のファンも多いから。ああ、そうそう、ファンなんだよね。なんかこの立ち絵だけだと2のサイキテルにちょっと似てるな。そっか、ナナ君かっこいいよね。まあモデルだしな。否定はしないね。背も高くてスタイルも良くて雰囲気もワイルドだし、顔もシュッとして、うんーこれわざとすっとぼけてるわけじゃないよな、この人。ねえ、ナナ君に似てるね。七つ森みのる。七じゃねえか物語ってるじゃねえか、名前が。名前も似てるね。これってただの偶然かな。もしかしてナナ君なの。こいつすごいな、よくそこまで踏み込むな。初対面だよな。でかいっていや同じクラスとかなのかな。うん、ごめんなさい。いや悪い、俺も怒鳴ったりして。あら、意外と紳士的な一面もなあ、あんたならこの状況分かってくれてると信じて言うけどモデルのナナと今ここにいる七つ森みのるは別々の世界で生きてんの。いやでもバレたことないの、わかるだろ周りのやつら。で今の俺は七つ森みのる、羽ばたき学園に通う普通の高校生。 OK、 まあこれはそっとしといてやらないとな。うん、 OK そんな爽やかにあんな追い込み方しといて。大変よくできました、頼みますよじゃあまた、またあんたの名前は。やべえな、こいつのメンタル。
あ、でも名前向こうから聞いてきたぞ。あ、そうだった。私は毒ガーラ重機。じゃあまたね、ナナ君。こいつやべえ。し、今の俺は。ごめん、つい。じゃあまたね、七つ森君。マジで頼みますよ。あ、なんか面白いキャラクター出てきたな。なるほどね。学校では、ナナであることを隠してる。うん、高校生モデルのナナ君が同じ学校にいたなんて、この秘密ちゃんと守らないと。おー、出会ったぞー。いきなり釣れたぞー。あ、そういえば今月のハバチャに、え、あー、びっくりした。ナナのことかと思った。ナナ君のこと記事にしようって。期間限定スイーツの特集あったよね。ふふ、一人で食べに行っちゃおうかな。お、これはなんだ、珍しい一人でスイーツなんて。誰かと出会うのかな。空いてる席はあれ、知ってる人いる？ん、あ、おー、ナナ。今度はこっちの姿で。ナナツモリくん、今日もお仕事？うん、今休憩中。あんたは？なんかこれ毒ガーラがナナのこと追いかけ回してるみたいに思われたりしないよね。この間ハバチャに乗っていた期間限定スイーツがお目当て。ハバチャ好きだなこいつ。なるなる。現物はもうないけど、俺の食リポ聞く？同じの食べたの？え、もしかして七つ森くんはもう。はい、ごちそうさまでした。聞かせてよ食リポ。さすがです。よければ相席どうぞ。え、なんかいきなり距離割と近いな。いいの相席？うん、じゃあ。この間知り合ったばっかじゃん、数日前に。すいません、季節のオールフルーツタルト10個ください。結構結構。あんたの食リポ楽しみ。聞く？ちゃんと聞いてってね。え、食リポするの？それにしてもさすが七つ森くん、行動が早い。私の食リポ聞く？記者なんだけど。ハバチャの。はあ、ナナ君ね。これ自動的に電話番号も、うん、手に入れてるってことだよな。アイコンはこの姿なんだな。あー、じゃああと二人だな。まあ、前回も言ったけど、一人くらいは、その、後輩キャラがいてもおかしくないかなって思ってるので。あと一人は、どうだろうな。芸術あたりのパラメーター上げるといいかな。でも一回ナナともデートしたいね。あ、違う、カレンダーじゃなくて、ちょうど恋愛運が上がるタイミングなんだよね今。うん、来週くらいが恋愛運マックスだから、来週くらいにナナ誘ってみようかな。恋愛運が高い時にデートに誘うと断られにくいとか、そういうのがあったと思うので。じゃあどうしよっかな。芸術上げとくか。今度は魅力も上げた方がいいのかな。どうだろうな。マリー、いる？どうされました？ヒカルだよなこれ。ヒカルさんと、お、耳大丈夫？ミチル。あ、ヒカルさん、ミチル。なんかちょっと片方だけ呼び捨てにしたことによっていびつな感じになっちゃったな。あれ、今日は風間くん一緒じゃないの？別にいつも一緒なわけじゃないよ。てか最近あんまりあいつの姿見ねえな。ほらね、こういう日もあるの。まあ、最近割と本田くんと仲良くしてるからね。なんだよそれ。あ、出てきた。久しぶりじゃん風。あ、涼太くん。ほら来た、光の勝ちでしょ。あ、でもなんかこの二人と涼太が絡んでるのを初めて見るな。ダメ光、最初はマリー一人だったんだから、私の勝ち。え、何の賭けだよ。おい、何言ってんだよ。うん、何のこと？休み時間にマリーに会いに行くと風間くんが現れる確率が高いって話。そりゃそうでしょうね。犬のように寄ってくるんだから向こうが。ねえ、今日はいないかと思ったら現れた。人を何だと思ってんだよ。たく。あ、言っちゃった。なんで怒ってんの？まあ、ああなるところまで想定内。わかりやすい男だな。二人は何か話があったの？ううん、ないよ。ねえのかよ。
本当にりょうたくんをいじりに来たんだ。やっぱ分かるやつには分かるんだな、風間りょうたという人間の性質が。じゃあ今日曜日になったから恋愛運フィーバー状態ですよね。誘ってみるか、七つ森。プライベートの彼がどういう人間なのか興味ありますね。どこに誘おうかな。はい。あ、七つ森くん、毒ガールです。はあ、なんすか。あたしとデートしなさい。あのね、どうだろうね、でもやっぱちょっと誘うのにハードル高いキャラクターに感じるよね、今までのキャラクターよりも七つ森は。まあ来週の日曜日どこがいいかな。うわ、カラオケとか、あ、ライブハウスとかある。なんかそういうのが好きそうな雰囲気なくもないけど、でもなんか好みが読めないな、あの人。まだちょっと山はさすがにハードル高いし、なんか公園ってタイプでもないように見える。でもまだ表面的な部分しか分かってないからな、これ難しいぞ彼の誘い方。ゲーセンとか違う？違うかな？ゲームってタイプじゃないか。あ、なんかすごい悩んじゃってる。いつもよりも。イベントホールって今何やってんだっけな。あー、見ときゃよかった。イベントホールとかこういう場所は時期によって何をやってるか違ったりするから。いや、意外とこう単純に海沿いを散歩するみたいなのが好きだったりしない？臨海公園。10月3日に臨海公園に行かない？まあ、いいけど。よかった。じゃあ10月3日に羽ばたき駅で待ってるね。わかった。そんじゃ。運勢がフィーバーしてますからね。よかった、早く10月3日来ないかな。いや、なんかそうだな、今んところつかみどころがまだそんなにないから誘う場所困っちゃうね。今イベントって何やってんだ。イベントホール、サーカス。あー、サーカスか。ちょっと違うかな、七つ森を誘うには。じゃあ誰を誘えばいいんだって感じするけど、サーカスに。じゃあ来週の日曜はデートで、今週は芸術をあげて、芸術男子も多分いると思うので、それの出現を狙いましょう。さっき七つ森が流行のステータス85くらいで出たから90くらいまで上げる必要あるかもしんないね、もしかしたら。じゃあデート行こう。あ、そっか、服装のこと考えてなかった。今ナチュラルくらいにしかできねえからな。まあいっか、初めてのデートだし前と同じとかは言われないし、これで行こう。七つ森くん遅いな。遅れたような。斬新な斬新な遅刻後の一言だな、遅れたよなって。それ使おうかな。うん、少しだけね。悪い、さすが。ん？お、なになに、ファッション？あ、このロングスカート。あー、なるほど、流行色だけじゃなくて流行アイテムみたいなのもあるから、またたまたま当てちゃいました。全然そんなつもりなかったんだけど。ああ、いいね、流行り物が似合うと普段より数倍可愛く見える。可愛いとか堂々と言う人だね、まだそこまで仲良くないのに。ふふ、七つ森くんに褒められた。うん、でもなんかモデルにファッション褒められるとちょっと嬉しいな。てか学校の外でもこの感じではあるんだね。こないだはなんか仕事の休憩中って言ってたからモデルの状態だったけど、メガネでもなんかプライベートでもメガネ外してくれたりすんのかな、仲良くなってきたら。なんかちょっとそういう意味では攻略しがいのあるキャラクターって感じに見えるね。じゃあレンガ道歩かない？散歩。スキンシップ。散歩ね。やっちゃおうかな。メガネに指紋つけちゃおうかな。甘いものが恋しい。あ、この間もスイーツ食ってたけど、そっか、甘いもの好きなのか。
あ、それは情報として一つ今後参考になるかもしんないね。あ、のどかっていうのかね、こういうのは。そう、意外とこういうのどかなの好きなんじゃないかなと俺思ったんですけど、仕事中はなんか華やかなモデルって感じだけど、なんか本当の彼はそういう感じじゃないんじゃないかなと感じたので、だからこういう場所に連れてきたんですけど、どうしよっかな。でもなんかこの場合の選択肢難しくない？おいおいおい、恋愛スナイパーの俺でも難しいぜこれ。クラゲに興味あるともなんかあんまり思えねえからな。こういうふわっとしたこと言うのがいいのかな。ちょっとまだ読めない、なんか今までで一番読めないキャラだな。のんびりお散歩できていいね。そう、楽しめてんならいいけど。やべえ、いまいちかも。まあまあかな。うわ、なんか初めて外した感じある。そういえば何も考えないで普段通りの格好で来たんだけど。いや別にいいよそれで。いやでもまあまあまあだったから明確な外れってわけじゃないけど悔しいな。ちょっと一応聞いておく、あんたはこれでよかったの？え、何も問題ないけど。ナナとデートしたいな。なんかやだな、これ言う女嫌じゃない？ナナツモリくんとの初めての遊びでさ、メガネの七つ森くんのママがいい、いやママがいいってわけでもないんだけど、別にその方が彼が楽ならそれでいいと感じるんだけどね。そう、後からやっぱり七の方がいいって言っても変更不可だからな。え、これ下の選択肢選んだら本当に次は七の状態で来てくれたりしたのかな。それも悪かねえけど。うん、じゃ了解、気兼ねなくってことで。うん、でもなんか七つ森くんに無理させんのも悪いからな。ね、目立っちゃうかもしんないし。まあまあ。ごめんな。そろそろお開きの時間だ。ちょっと、何？こっちのレンズにも指紋つけとくか。はい。ごめんなさい。ごめんね。なんでもない。そんじゃ。やべ、いまいちなデートしちゃった。でもなんか本当につかみどころなく感じる今のところ。ああいうキャラクターを知っていくっていう楽しみもなんかあるな。なんかあいつ人気ありそうだぞ。まだまだわかんないけどね。じゃあどうしよっかなこれから。まあしばらく祝日とかはなくて、あ、来月文化祭か。準備期間ってのもあるから、準備期間前にあんまりストレス溜めてない方が良かったりしたような気がする、今までのシリーズだとね。じゃあ、あ、でも芸術上げて芸術キャラも出したいなみたいなこと言ってたんだっけ。まあ芸術キャラがいるかどうかも分かんないけど、でも俺がやったガールズサイド1と2だと、うん、芸術キャラはいたので必ず。あ、ヒカルさん、ヒカルさんか。みちりだけ呼び捨てになっちゃってたからな。ヒカルもまあヒカルでいけるか。ヒーちゃん、ヒカリン、ピカちゃん、この辺がいけるかどうかはまだ未知数だけど、とりあえずみちりとヒカル揃えとくか。呼び方これは問題ないよね。あ、サテン行く？酔っちゃう？お茶ヒカル。あ、良さそう良さそう、表情的に。ねえ、お茶して帰らない？いいよ、寄り道しよう。やった、よかった。それじゃあ行こう、ヒカルのことをもっと知れる。っていうかみちりと一緒に帰ったりはしないんだ、別々に帰るんだね。ところでヒカル。なに？うん、呼び方がやっと揃った。なんか前に本田行くと喫茶店来た時もこんな選択肢だったよね。好きな食べ物、好きなスポーツ、好きな食べ物聞いてみよう。ヒカルはどんな食べ物が好き？おいしいもの。ああ、聞かなきゃよかった。こんな期待外れな回答もねえわ、ふざけんなよ。そうだけど大好物とかってある？改めて聞かれると、はあ、出てこないな。まあそんなもんか。何でも好きだし。まあでも俺も聞かれたらそうかもしんないな。好きなもんなんてたくさんあるから意外と絞り込むの
難しいかもしれない。じゃあ嫌いなものは？ない。ないんだ、すげえな。大好物あった、ハンバーガー。あら、そう。なんか意外だな。え？だってさ、めったに食べさせてもらえないんだもん。あ、すっごく美味しいのにさ。なるほどね。だから逆にちょっとらしくなさそうなもんが好きっていうのはあるか。うん、あ、ヒカルはモデルさんだからそうだろうね。食べるものの制限とかあるのかな。大変だね。うんうん、あ、いいな。なんかもっといろんな人と行きたいな。喫茶店、喫茶店はなんか割とパーソナルなこと聞けるね。本田行くと言った時も妹さんがいるって話そこで聞けたりしたし。じゃあどうしよっかな。まあさっき七つ森ともデートしたから、デートは一旦まあしばらくいいか。それより他のキャラクターも出してみたいね。まあ1年目はやっぱりステータスをしっかり上げといて土台を作っとくのが大事な気がするので、まあ結局ここまで来たら部活とか入らんで終わるかな。記者活動で終わっちゃうかもしんないな。でも芸術のステータスがもう少しで90になるので、芸術キャラがいるのであればそろそろ出てきても。あ、そうだ、今日、あ、来たんじゃない、絵の具だってよ。芸術ステータス上げたからじゃない、これは。今日絵の具が切れちゃったんだ、帰りに買ってこっと。出るかもしれない新キャラ、出会い。画材屋さんは確か、うわ、来るか。おー、なんか七つ森の時もこの初対面の時のねえ、こういう一枚絵が出てたけど、なんか本田君の時なかったよね。うんちく披露されただけで。あ、すみません。すみません。大丈夫ですか。綺麗好きなのかな。あのお掃除シートは、まあ、そういう雰囲気あるけど。はあ、ちょっと育ち良さそうな感じだね。どういう人だ。あ、綺麗なお花、潰れなくてよかった。ええ、無事ですよ。でも芸術ステータスに対応したキャラクターだから、そういうちょっとクリエイティブな一面があったりするんじゃないの。なんだろうね、前を見てなくて本当にごめんなさい。それを言うなら、こんなお荷物で突っ立ってる僕が悪い。あら、紳士。いえ、私の方こそ。優しくて強情な人だ。育ち良さそうだな。え？僕は柊木矢之助と申します。柊木矢之助。両手が塞がったままでの挨拶、お許しください。育ち良すぎるだろこいつ。え、これ 大人とかじゃないよね。同級生なんだよな。いえ、私は徳川原重機です。いや、でも僕も幅学に通ってます。あ、幅学。うん、幅学の生徒ではあるんだね。え、そうなんですか。ええ、素敵な偶然ですね。あの、道を教えていただけますか。うん、着きました。いや、なんかまだ人間が見えないな。ここがイベントホールで。ああ、いた。え、座長。座長、座長。お前高校生なんだよな。あ、座長。失礼、すぐ戻ります。え、座長の聞き間違いじゃないよね。柊木君、今座長って呼ばれてた。劇団員、失礼しました。あ、おかげさまでなんとかリハーサルに間に合います。うーん、制服じゃないんだな。そっか、座長、劇団の人なのか。おかげさまでなんとかリハーサルに間に合います。リハーサル。ええ、ここで舞台をさせてもらっています。はあ、ここで。ちょっと買い出しのつもりが帰り道を見失いました。あなたに会えてよかった。学校の演劇部の人とかじゃなくて、もうプロってこと。いえ、すぐ近くでしたから。座長、時間です。おい、マジか。お前、よろしければいつでも感激にいらしてください。では。柊木君か、幅学生だって言ってたけど、
幅学生って言ってたけど同じ学年とも言ってなかったよな。先輩とかだったりしないよね。ああ高校生で座長さんなんてすごいな。だって高校生だとしたら15歳だぜ。まあ16歳になってるかもしんないけどマジかこいつ。16歳で座長か。座長さんなんてすごいな。あ、ポスターがある。ん？主演柊木矢之助って、おいおい、なんか七といい。大物と知り合うな。急に。はぁ。じゃあ芸術ステータスはしばらく上げなくてもいいかな。気配りステータスがどんどん下がってくんだけど。止まらないんだけど、気配りステータスの低下が。なんかたまには友達と遊んだりするといいのかな。遊んでみようか。じゃあ、みちると遊ぶっていうコマンド。この辺やったことないもんね。何が上がる？あ、気配り今ちょっと上がってたな。魅力も上がってた。気配りと魅力低めだから、みちるひかると遊ぶっての悪くないかもな。あ、でも二人のどっちと遊ぶかで上がるステータスも変わったりするか？しまって、もう一回みちると遊んでみよう。ん？おい！お前ら課外授業か。俺が見えてんのかよ。いやーどうしよっかな。こないだいいことあったもんな。課外授業、来週の日曜は課外授業だ。軽い気持ちで出てみたらなんかね、本田育人のイベントになったんだよね。休みの日に俺の顔見たいっていう既得なやつは参加するように。先生というより他の男子の顔見てんだよな。どうしようかな。あげてみよっかな。ちょっともう一回試しに行ってみようか。そんな毎回いいイベント見れるわけじゃないと思うけど、こないだのがたまたまで。ちょっと様子見てみよう、もう一回。ほう、お前ら結構真面目じゃん。感心感心。いや、しかし先生大変だな。しょっちゅうこんなことして日曜日潰れんだぜ。だってじゃあ参加するやつは日曜な。休みねえじゃん先生。今度の日曜日か。寝坊しないようにしないと。次の日曜ね。あ、でも低かった気配りステータスが、あーちょっと上がってく。みちると遊ぶことで。あ、りょうたくんだ。お久しぶりじゃん。どうする？帰るか？でもこっちはりょうたくんって呼んでるけど、なんかあいつ毒瓦って呼んでくるよね。かーって。あんまりどうだ、りょうちゃん厳しいか。りょうくんくらいならいける。ちょっと一歩ワンステップ前に進んでみようか。りょうたくんから。りょうくん、喫茶店よろ。りょうくん、どうだ、ねえ、お茶して帰らない？ごめん、今日そこまで時間ない。うわー、マジかー。でもこれ本当なんだろうな、こいつの場合。時間あったら食いつくはずだもん。あー、なんかちょっとショックだな。もうあいつは俺のことが大好きっていう前提で接してる部分あるから、なんか断られるとちょっとショックだな。仕方ない、一人で帰ろう。まあ本当に忙しかったんだな、しょうがないね。で、課外授業か。うん、今回はこの課外授業行って終わりにしようかな。もうみんな集まってるのに先生どうしたのかな。またかあいつ、こないだもちょっと遅れてたろ。間に合った。間に合ってねえのよ。先生、このくだりやったわ。間に合ってはいませんよ。すみませんでした。勢いで乗り切る作戦失敗か。いや、先生忙しそうだからね、しょうがないよ。それじゃ始めるぞ。よし、スキンシップしちゃおう。でもどうだろうな、やっぱスキンシップも複雑なスキンシップするほど仲良くはないよね、まだ。ん？うん。泥でもついてたから。このチョンって押すくらいがまだまだ精一杯だよね。さて、今日の課外授業は常設展示だ。しっかり学べよ。はーい。退屈そう。じゃあ来んなよ、自由参加なんだから。何度か来たことあるよね。そう言うなって。みんなでいればなんかあんだろう。さあ行くぞ。でもまたいないかな、本田育。好きでしょ博物館。先生なんか投げやり。いや、そりゃそういう時もあるよ。いいか、
常設展示だって本気で探せば何かある。せっかくだ、何か見つけて帰ろうぜ。でも先生との会話イベントだけか。そうだよな、他の男子とのイベント毎回あるわけじゃないよな。あの面先生に似てます。いやこれどうなんだろうな、ちゃんと取り組んでる感出した方がやっぱり教員的には嬉しいのか。そうだな、ちょっとちゃんと真面目に取り組んでる感じを出そう。頑張ったな、ナイスファイト。うん、いい感じだよね。まあいいでしょう、悪かないでしょう。今日の課外授業とても勉強になりました。じゃ次も頼むぞ。いや課外授業への参加今後どうするか微妙なとこだ な。これで課外授業は終わり。気をつけて帰れよ。ちょっとこないだいいもん見れちゃったのが逆になんかすごい心に残ってて、なかなか断れなくなってしまいそうで、あ、でもあれか、文化祭の準備が近いな。ちょっと休んだりした方がいいかもしんないね。じゃあ今週は休息を取って文化祭の準備はちゃんと手抜かないで参加した方が良いような気がする。では今年の文化祭のクラス出展は多数決の結果喫茶店に決定しました。はあ、2週間後の文化祭に向けクラス一丸となって頑張っていきましょう。頑張ります。文化祭楽しみだな、頑張って準備しなくちゃ。うん、じゃあそうね、文化祭も近づいてきたところで、あ、右上に文化祭の準備のコマンド出てるね。うん、極力文化祭の準備に参加した方が良かったような気がする。じゃあ今回は一旦終わりますけど、いやーでもなんか残り一つになったね。空欄が二人も出てきちゃった。今回もう一人の解放できるかな。まあヒイラギくんとも、うん、文化祭が終わった後くらいに一度デートしてもいいかな。でまあそうだね、1年目も後半になってきたから、そろそろある程度誰を狙うか決めていかなきゃなってとこもあるんだけど、難しいな、悩んじまうよ。このまま本田行く路線で行くか、亮太を捨てられないのかそれともね、あと一人解放する誰かがすごい刺さるか、まあどうなるかまだわかんないけど、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。